皆さんこんばんは。レッツボーリングの時間です。こちらですね、ボーリングジャーナル4月号になりますけれども、こちら、全国のボーリングセンターに置いてありますので、無料配布されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。さあ、今月もですね、素敵な記事が載っておりますので、ご覧いただきたいと思います。ご挨拶遅くなりましたが、村松香織です。よろしくお願いします。そしてですね、今日も素敵なゲストお迎えしております。ハッピーライフプロデューサーの大東豊美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。豊美さんなんですけれども、実は今回で3回目の出演を してくださったということで、ありがとうございます。こちらこそ。はい。ということなんですけれども、ハッピーライフプロデューサーの豊美さんなんですが、今日はいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、はい、早速ですけれども、はい、3回出演をしていただいておりますが、そうですね、まだ、初めて見られる方も、ご覧になる方もいらっしゃるので、はい、ぜひ自己紹介お願いしたいと思います。はい。皆さんこんばんは、ハッピーライフプロデューサーの大東豊美と申します。現在はですね、その方が、ハッピーライフそのままですね、幸せな生き方ができるお手伝いを、いろいろセミナーであったりとか、個人セッション、はい、個人カウンセリングを通じながら、開催させていただいております。はい。ありがとうございます。いいこんな感じでいいですか？大丈夫です。ありがとうございます。はい、その、ハッピーライフプロデューサーっていう、すごくなんか可愛らしいお名前なんですけれども、はい、これは、まあね、今お話ししていただいたように、このハッピーに、過ごしていく、ね、お伝えをするというところですよね、はい。特にどんなことをされるんでしょうか。はい、今特に中心でやっているのは2つの、はい、プロデュースをさせていただいているんですけれども、はい、1つは内面のプロデュースですね。まあ内面といっても、ちょっと抽象的なんですけれども、うん、その方の生き方とか、はい、心の状態、感情の揺れとか日常をね、感じたりすることがあると思います。それをどういうふうにこう捉えて、本来の自分で生きていくのかっていう内面のプロデュースと、うん、もう一つが外面のプロデュースですね。外面というか、ファッションとかそういう部分ではないんですけれども、自分のもともと持っている強みとか、まあ魅力、資質なんかを発掘していきながら、うん、それをこう、どういうふうにお仕事とかに活かして、うん、プロデュースしていったら、よりこうね、幸せな生き方ができるかなっていうことで、2つのプロデュース、内面のプロデュースと外面のプロデュースというのを、セミナーなどを通じてさせていただいております。なるほど。やっぱりこう、内面から来るものって非常に大きいですよね。大きいですよね。なんか滲み出てるものがありますかね。はい。あとは外見もね、外から見られている自分とか、はい。人が見ている自分と自分がこう、客観的に思っている自分とね、また違ったりしますから。違ったりしますよね。そのあたりも詳しくっていう感じですかね。はいはい、そうですね。はい、ちょっと楽しみになってきましたが、はい、そのあたりの話はですね、後ほど詳しくお話しいただきたいと思いますが、はい、最近新しいプログラムを始めたということなんですよね。はい。はい。趣味でやってます。ウォーキングというか、こうね、日常お休みの時とかに主人と歩いたりしてる。そこからヒントを得たプログラムだったんですけれども、はいはい、お散歩カウンセリング。それでこう、五感を、体全体の五感をこう、磨いていって、そうなんですね、っていうふうな、プログラムを。あ、そうですか。はい、ちょっと楽しそうですね。やりましたですね。はい。その話も後ほど詳しくいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そしてですね、この番組、一応、ボーリングの番組ということなんで、そうですね、ボーリングのね、お話もちょっといただきたいと思うんですが、はい、豊美さんは、下の名前でお呼びしちゃうんですけれども、はい、豊美さんは、ボーリングはいかがでしょうか？ボーリングは、今はやってないんですが、はい、もう15年ぐらい前は、本当にもう大好きで、実はマイボールとマイシューズとマイグローブを守っているぐらい。すごいですね。はい、大好きでですね、お仕事が終わった後に、もうみんなで練習場に行ってですね。あ、そうですか。3ゲーム、5ゲームやって帰るという。すごい。はい。かなり、でもハードですよね、ボーリング。3ゲーム、5ゲームやるって。そうですね。もう手に行ってから血が出るぐらい。かなりじゃあ真剣に。大会とかが、あって、それを目指してやったりとか、いたしておりましたね。ですか。はい。大会にも出場してということで、どれぐらいハイスコアは？ハイスコアは208とか10ぐらいまでは来ましたですかね。力ずくな。そうですか。フォームなんですけど。そうですか。はい、もうすごい上手ですね。そうなんですか。たまたま、
だと思いますけれども。はい。今はやられないんですか？今はちょっとやってないですけどね。また機会があればやりたいなと。このレッツボーリングで出演された方にですね、はい、出ていただく、ボーリング大会をですね、企画中ですので。そうですか。その時はぜひ。多分一番になっちゃうかもしれませんけど。じゃあ、京都からボーリングを送ってもらって。マイボールとマイシューズを送ってもらってやりますかね。その模様をね、ぜひ流させていただければと思いますけどね。はい、その時よろしくお願いします。お願いいたします。はい。ということで、はい、もう少しボーリングにお付き合いいただきたいと思いますが、はい、ボーリング、取得コーナーということで、はい。毎回で、ね、恒例となっておりますが、質問をしていきたいと思います。はい。3問ありますけれども、まず第1問目です。こちら。これはですね、何度も私出させていただいている質問なんですけども、はい、ぜひ覚えていただきたいということで、はい、今回も、はい、出させていただきましたが、はい、ボーリングの日はいつでしょうかということで3択になっています。はい、1番、6月の22日。2番、10月の28日。そして3番は8月の10日。さあ、どれでしょうか？はい。じゃあ2番の10月28日。うん、これを選んだ理由は、はい、なんか3番とちょっと迷ったんですけど、8とか、なんか丸いのがいっぱい入ってるのでっていう、すごい単純な。ボーリングのボールっぽいみたいな。なるほど。では、2番ということで、よろしいですか？はい。残念！6月28日。残念でした。ひとみさんも3回出演してますからね。いい加減覚えてやる感じですね。そうですね。はい、6月の22日がですね、はい、ボーリングの日ということで、この日はですね、まあ、全国のボーリングセンターで、ボーリング場に行かれると、いろんな、特別なプレゼントがあったりとか、ボーリング1ゲーム無料とか、はい、なんかそういうものがあると思いますので、そうですぜひお出かけいただきたいと思います。間もなくですよね、もうちょっとしたらですよね。そうですよ、もうすぐなんで、はい、6月22日。いい夫婦の日はね、11月の22日ですけど、6月22日、はい、覚えていただきたいと思います。かしこまりました。失礼いたしました。はい。はい、それでは、第2問目です。2問目はこちら。はい、ナインピンボーリングのセンターがアジアで唯一ある国はどの国でしょうかという質問なんですが、はい、通常は10ピンですね。10本ピンが ね、並んでいますけれども、ナインピンボーリングは実はまだあるんですね。さあ、アジアに一つだけあるんですけれども、はい、1番、日本。はい2番、はい、タイ、はい。そして3番目、台湾ということで、どちらだと思いますか？はい、じゃあ2番のタイで。タイ。どうしてでしょうか？勘です。すいません。勘ですか？はい。ありがとうございます。残念。台湾なんですね。そうでしたか。すごい。何回も、はい。台湾にですね、実はこのナインピンボーリングというボーリング場があるんですけれども、はい、うん。唯一アジアで一つです。あとは、まあ、ヨーロッパの方にあるということなんですが、はい、はい。覚えておきますけども。はい、ぜひ、はい、覚えておいていただければと思います、はい。で、ちなみにですね、ナインピンボーリング、どんなものかというとですね、こちら右にこう並んでいるのが普通の、テンピンボーリングのピンですが、はい、ナインピンボーリングはちょっとだけこう、本当ですね、大きいんですね、ええ。でも、ボールの方は、ちょっと一回り小さいです。小さいですね、はい。片手でこう持てるぐらいの大きさになっているんですけれども、この差がね、大体あります。そして、こんな形なんですね。紐で吊るすようになっていて、まあ、倒れたらまた紐で吊るされながらここに戻ってくるという。ナインピン、こう、ひし形に並べられているものになります。そうですか。はい。テンピンボーリングよりもかなりハードな。そうですか、うん。そうですよね、うん。なんか、形がね、そういうふうにひし形になってるって、倒しにくい。うん。ですよね。結構燃焼されるんで。はい。で、先ほどこうありましたが、パーフェクトをですね、はい、取っていただくと、ええ、この後ろにある車がもらえるということで、はい、まあ、それぐらい、ですかあ、何回かパフェクト取らないといけないんですけ ど、ね、というですね、かなり、いい商品が当たるということです。はい、ご紹介でした。はい。さあ、それではですね、最後の質問です。はい。ナインピンボーリングは世界何カ国で行われているでしょうか？うん、1番10カ国、はい、2番26カ国、は
はい。そして3番は38カ国です。はい。いかがでしょうか。2番の26カ国。どうしてですか。またね、聞いちゃいますけど。まあ、10カ国だったらちょっと少ないし、その間を取った感じだったんですけれども、はい。わかりました。はい。では答えは、やったー！正解です！初めて当たった。そうですね。ありがとうございます。はい。26カ国なんですね。こちら旗が出てますけれども、こちらで、まあ、ナインピンボーリングのボーリングセンターがあるというふうになっております。協会に加盟している国の、はい、フラッグになっておりますね。はい。はい、ということで、なかなかね、ナインピン見ることないと思うんですけれども、まあ、台湾お近くに行った時はですね、ちょっと足を運んでみていただくと面白いかなと思います。はい。さあ、それではですね、また、豊山さんの話に、はい、はい、移らせていただければと思いますが、はい。はい。こちらね、お写真の方もちょっと登場させていただきながらお話を進めていきたいと思いますが、はい、こちら、サンクチュアリ出版社でトークライブイベント。はい、うん、そうですね、もう本当この間先日ですね、4月の8日であったんですけれども、うん、はい、出版社のサンクチュアリ出版さんで、はい、トークライブイベント、まあ、いろんな方がされてるんですけれども、うん、まあ、やってみませんかっていう、うん、まあ、お声を副代表の方からいただきまして、ぜひお願いしますということでね、うん、させていただきました。はい。たくさんの方がお見えになっていたということで。はい、もう本当に、うん、応援に皆さん駆けつけてくださったような感じで、ほとんど友人ではあったんですけれども、皆さんこう、トークライブって言って、私の方から何か一方的にこうお話をするというよりは、まあ、来られた方とのご縁をつないでいただいたり、まあ、交流していただくっていうのも兼ねていたので、まあ、セルフプロデュースについて、についてのそういうこうワークであったりとか、お隣同士でこうお話をして、強みとか魅力を発見するというような、はい、ワークショップ形式にして、ね、させていただきました。楽しそうですね。この皆さんの笑顔からもね、ちょっと、できてますけれどもね。あ、じゃあ、せっかく今ね、セルフプロデュースのお話が出ましたので、はい、そのあたりですね、今どんなことをされているのか、もう少し詳しくお話しいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。先ほど冒頭でも自己紹介の時に少しお話しさせていただいたんですけれども、セルフプロデュースについては、まあ、2つ、はい、のことを特に、お手伝いさせていただいてるんですけれども、基本的にはこう、自分の人生の自分がプロデューサーになっていくっていうふうな、こう、ところに軸を置きながら、自分が望んでいる幸せな生き方をするのは自分自身でしていく。まあ、その、ね、最初どういうふうにしていったらいいのかとか、じゃあどっからしていったらいいのかとかっていうのもあったり、するっていうこともあるので、それをこう、何か私が、お手伝いするっていう感覚ですかね。一緒にまあ、考えていきましょうっていう感じで、何か、こうしたらいい、あしたらいいというわけではなくて、一緒にこう試行錯誤しながら見つけていくというような感じにしております。で、一つが先ほどお伝えしたように、内面のセルフプロデュースですね。はい。内面というのはこう自分の感情、ね、人間ですのでこう感情が動いたりします。なんか出来事があったり、衝撃たことがあったり、日常のこう不安とか葛藤とか喜びとかもそうですけれども、うん、そういうふうなことで、まあ、一喜一憂しないでその感情とうまくまあお付き合いしていきながら、うん、自分らしい幸せな生き方を見つけていくという内面をこう、うん、自分で整えていくっていうんでしょうかね、うん、ツープロデュースですね、うんうんうん、そしてもう一つが、先ほどもお伝えしたように外面のセルフプロデュースというところで、うんうん、まあ、ファッションとかメイクとかはちょっと別になるんですけれども、自分の、まあ強みとか、うん、本来持っている強みですね、うん。後から能力で何か経験によって培われたというよりは、うん、自分がもともと生まれ持った強みとか、うん、資質を発掘していきながら、それを外の世界、お仕事とかにプロモーションというか、うん、どういうふうにこう魅力をこう出していくか、っていうふうなところのセルフプロデュースをさせていただいてまして、それは2つともセミナー形式にして、約3時間ぐらいの中で、ワークを交えながら、一緒に作っていくというようなところをさせていただいております。そうですか。はい。ね、なかなかこう一人で見ていくっていうの難しいです ね、うん、ですね。誰かがこう寄り添ってくれたりすると、はい、途中でこう挫折しそうになってもですね、うん、なんとかやっていけるということで、それをサポートしてくださるということですよね。はい。ま
私自身も、本当に、こう、そうでしたね。いろんな今までこう関わってくださった方が寄り添ってくださったからこそ、何か皆さんにこういうふうなことをお伝えしたいとか、一緒に考えて いきたいなっていうものがこう出てきたっていうことで、今ももうやはり一人では、なかなか自分のことをこう見るっていうことができにくいので、いろんな方に相談したり話をしたりしながら、今でももう一緒に作っている。私も作ってもらってるし、それもこう共有しながら皆さんともこう作っていくっていうようなことをやっておりますね。そうですか。はい。ちょっと楽しそうですね。ありがとうございます。でですね、ちょっとね、お写真の方もちょっと出てるんですが、はい、これはね、ホテルのロビーにてセミナーということで、はい、場所もですね、こういう、ちょっと、ケーキなんかもいただきながら、そうですね。はい。感じで、そうですね。ということですね。こういった開放感があるところでお茶飲みながら、ケーキでも食べながら、こうラフにお話しする方が、やっぱりこうお話もしやすいですし、開放もしていきやすいかなっていうところで、ホテルのロビー、カフェなどはよく活用させていただいておりますね。確かにこう、なんか密閉したところでね、缶詰になってやると、あんまりね、いいものも。ふつふつしてきますよね。そうですよね。はい。なんか自由な気持ちでやっていくっていうのがいいですよね。はい、いいですよね。うん。ね、こういうお茶会、プチセミナー風景ということで。はい。はい、こんな感じでも作っていて、セミナー風景ですね。はい。やはり女性のお客さんが、ほとんどですか？そうですね。もう、100% に近いほど女性の方が。はい。この年齢層はどうなんでしょうか？はい、様々ですけど、30代、半ばぐらいから、50代半ばぐらいの方までっていうことで、職種なんかも本当にオイルさんであったり、主婦の方であったり、それからご自身でお仕事をこう、個人事業でされているカウンセラーさんとかセラピストさんとか様々ですね。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。で、こちらもセミナー風景で、これはワークショップ、そうですね。はい、うん。そんな形でもされているということで、はい、日本全国でされていらっしゃるんですよね。日本全国でしかわからないですけど、去年ぐらいから札幌、仙台、仙台はもうとてもよく行く街になってしまったんですけれども、東京、それから、国境が京都ですね。京都、大阪といったところで、させていただいておりますね。で、こちら仙台でのセミナー風景ですね。はい。ということで、皆さんなんか素敵な笑顔の方が多いですよね。本当にもう素敵な方ばかりでですね、向上心のあるというか、こう、自分をこうね、さらにこう、良くしたいという方、素敵な方ばかりですね。はい。なんか自分を自分でこうね、プロデュースするっていうのが、ポイントとして3つとか2つとか挙げると何かありますか？ポイント、そうですね。やはり、内面のプロデュースだったりすると、ポイントとしてはどうでしょう？こう、心の動き、なんか出来事があった時に、こう、感情とかググッと揺れたりしたりとか、何か思わぬ感情が上がってきたりとかすることがあると思うんですね。その時によく、セミナーとか個人セッションとかでもお伝えするんですけれども、その感情をなんかどうでしょうね。例えばちょっとイライラするなとか、なんかカチンときたなとかいろいろあると思います。喜びであったりするととってもこう使いやすい感情であったりするので、そのままどんどん喜んでいただいたり楽しんでいただいたらいいと思うんですけれども、そうじゃないなと思うような感情が来たときに、なんかそういう感情をこう抑えたりとか、こんな感情を今感じちゃいけないと思ってちょっと横に置いておいたりとか、というよりはそのまんま出てきたものをこう見て、最初できにくいかもしれないんですけど、私なんか今この感情を感じてなんかイライラしてんなと、ちょっとこう一歩引いた状態で見てあげたりすると、それにこう揺れないっていうんですかね、それにこう飲まれないですよね。で、それを否定も別にしない。ただ見るっていうことをしていって、こういうふうに感じてるんだ。どっからこの感情って来てんのかな。例えば誰かからに何か言われたことでこうカチンと来たりとかイライラするみたいなことがあったり、自分の中だけで想像でこう不安になっていったりすることがどんどん上がってくるかもしれないんですけれど、
その感情をただ見てあげる、見るっていうのはこう観察の観、観察するという意味なんですけれども、観察するというような感じで一歩引いて見ると、ふっとその中に入ってるんじゃなくって、その感情からは一瞬はのけるっていうと京都弁なんですけれど、こう、よけて見れる。うんっていうことですね。はい。こうニュートラルな。そうですね。状態で。そういうことですね。はい。うん。というようなことが、まあ、感情とうまく付き合っていく、はい、ポイントなのかなと思いますね。なんか、感情に、ポジティブ、ネガティブとか、こう、名前をつけてるのは人間であって、別に感情さんは、何か自分に知らせてくれる、こう、シグナルというか、メッセージとしてあげてくるので、いい悪いはないんですけど、そこに、悪いとか、ね、ネガティブだってつけているのは、こう、つけなくて、そのまま見るということをしてあげればいいかなとか、この感情って私の何か、気づきとか、メッセージとか、なんか概念とか思い込みをこう取り払ってくれるために来てるのかなとか、なんかそういうちょっと違う視点で見ていくと、感情さんと仲良くなっていけるかなと。面白い切り口ですね。切り口、そうですかね。ただね、こう、いつもだとこう感情にね、揺り動かされてなってしまうんですけども、そういうふうに一旦こう俯瞰してみるっていう。いいですよね。そうですね。最初はこう、やっぱりできにくいかもしれないんです。その方法に慣れてないからなんですけど。なので、その感情にこう翻弄されて、バーッとなってしまうことがあるかもしれないんですけど、それは、そうなったらそうなったでいいんですよね。構わないです。はい。人間なので、こう、なることもあったりしますね。で、まあ、ちょっと落ち着いた時に、なんで、こういうことになったのかなと振り返ってみたりとか、それをこう、まあ、筋肉のトレーニングとして、心のトレーニングみたいな感じでやっていくと、スッと感じても、はっと感じても、スッと見れるような感じになってくる。心が強くなってきそうですね。はい。なるほど。そういうトレーニングをしてくださいということですね。そうですね。そういうこう、ものの見方とか捉え方とか、うまくそういうのと付き合っていく方法をこう一緒に、その方のタイプによって違ったりやっぱりするので、どの方法がその方がスッとできやすいかなっていうのを一緒に考えていくのをこう、セルフプロデュースとしてなんかお手伝いしてるような感じかな。なんかこう人生がこう、なんていうんですかね、生きやすく。そうですね。ね、なりそうな。生きやすくなりますよね。もういろんな問題がありますからね。そうですね。いかにこう、心を強くしていくかということですが、さあ、そしてですね、お散歩カウンセリングって先ほどね、少しお話しいただきましたが、ね、はい、これはですね、最近始めたプログラムだということをおっしゃってましたけれども、そうですね、なぜこういうことを始められたのでしょうか。そうですね、これも、10年来ぐらい私、主人とウォーキングを、しておりまして、そこから来た、その時に、出てきたアイディアということで、やっとまあ、2、3年前にこう思い立てたんですけれども、形にしていったかなというところがありまして、はい。はい。そうですか。ええ。ま、室内でこうこもったところでやるよりも、こう外に出て日差しを浴びながらカウンセリングした方が、開放感もあっていいお話ができるという感じなんですかね。そうですね。まあ、先ほどお話したように、ご主人とウォーキングをして、なかなかこう私が運動を、体を動かすっていうことを、やっぱり座っていて、お客様とこう座、お仕事をするとか、パソコンを選ぶとかっていうことで、なかなか体を動かす機会がないっていうので、これは運動させないかなということで、主人が引っ張り出しですね、ウォーキングをまあお休みの時にしてたんですね。で、その時に、歩き方とか、ウォーキングの仕方とか、体のこう、使い方とか、腰からこう行くと、足がこうついてくるからか、楽に歩けるとか、いろいろそういう話をしながらだったんですけれども、それとは別に、やっぱり主人とこう、たわいもない会話ですよね。日常なかなかこう、お互い仕事を持ってるので、じっくりと向き合って話せないようなことを、なんとなくこう、歩きながら話している間に、
私の方からも主人の方からもこう仕事のことでこんなことがあってどう思う、うん、とか、こうなんじゃないみたいな感じで歩きながら話をしていることによって非常にこう、体を動かす全身運動ですよね、ウォーキングって。なので非常にこう自分の血流も動きますし、エネルギーもこう動く、前向きにこうどんどん動いていくというところで、非常に自分が今どうかなと思ってる悩みとかっていうのが非常にこう開放的に前向きにこう捉えられて、いい方向にこう展開していくことがなんかたびたびありまして、とか、あとこんなこと考えてるんだけどっていう感じで出していた時に、いいアイデアがポンとこうひらめいたりっていうことが何度かありまして、これってなんか個人カウンセリングみたいな形でできたらいいよね、というのがまあ、きっかけになって、お散歩カウンセリングという、はい、形で。なるほど。ネーミングがね、かわいいじゃないですか。かわいいですよね。お散歩カウンセリング。そうですね。なんか、ウォーキングしてみたいな、ウォーキングみたいな感じになると、ちょっと肩に力が入るので、まあ、お散歩しながらっていう、はい、軽い感じで、エナジーチャージっていうね、自分のこう、エネルギーをこう、チャージしていくのも合わせながら、やっている。やっている。なんかこう、青いシートも持っていきながら。そうですね。はい、っていう話をね、ちょっと聞きましたが。そうなんです。はい。まあ、現地っていうか、公園とか、いろいろこう、コースがいろいろあるんですけれども、公園とかに、例えば行ったとしたら、そこで、そこに行くまではお話をこう聞きながら行くんですけれども、行った時にこう、ブルーの、ブルーシートを持っていきまして、そこでこう、寝転がったりとか、おのおのがこう、寝ちゃったりとか、ちょっと体を動かしたりとか、空をぼーっと見るとか、鳥と話をするとか、こういろいろですね。それ自然とこう、戯れて、日頃日常こう、今の社会だとどうなんでしょうかね、五感を使うっていうことでしょうかね。はい、そういうことがなかなかこう、閉ざされちゃってるのかもしれない社会になってきてるので、そこをこう解放して、体で何か感じるとか、風の音を感じてみるとか、なんか、葉っぱのかぐわしい、こうね、香りを感じる、というようなところも活性化しながら、解放してお話をこうしていくっていうふうなことをやっております。はい、いいですね。五感で感じることって、なかなかね、ないですもんね、普段。なので、やっぱりこう、ちょっと心も解放して、体も解放すると、ね、なんか鳥のさえずりが聞こえたり、いろんな音がね、きっと、目を閉じただけで聞こえてくるかもしれないですしね。本当に。なんか、心が確かに元気になりますよね。元気になりますね。チャージされますね。まあ、歩くっていうのもね、やっぱり、はい、いいですよね。すごいいいですよね。体の全身運動ですし、血流も良くなりますし、本当に。呼吸とか、はい、もう、こう、気をつけて、日常やっぱりこう、パソコンとかしたら息が止まってしまったりとか息止めてる時多いですよね。ありますよね。気がついたら息してないっていう時があると思うんですけれども、自分の呼吸にも、ちょっと意識を向けながら、はい。そんなにこう、意識しすぎてるとまたこう固まっちゃうんで、ちょっとこう、自分の、日常よりは少し意識をしながら呼吸にも、気を配ってですね、とか、あと、こういう風に動いたら、ここの筋肉がこんな風に感じるなとか、こういう動き方したら、お尻の筋肉がちょっとこう動くなとか、っていうのをこうちょっと感じながら、歩いたりしていただいてます。なんかこう、とゆみさんのね、このお散歩カウンセリングとかいろいろ受けると、はい、なんか本来の自分にこう戻れるっていうようなね、感じがしますね。そうですね。私ももう戻っていっております。一緒に。気持ちがね、いいですよね、解放されて。本当に。なんか、幸せな気分になるし、はい、なんかこう、ニュートラルな感じに、ね、そうですね。はい、するなと思いました。さあ、はい、そしてこちら。こちらの衣装で、はい。されていらっしゃるんですか、まあはい、そうですね、この格好で。今ちょっともう、暑すぎてこう上にこう脱いでるんですけど、ピンクのジャージーが最近話題になっているんですけれども、ピンクのジャージーを。いいですね。はい、着てですね。うん。いつもいつもじゃないかもしれないですが、こういった感じで。いい感じで。まあ、開放的な動きやすい、寝転がってもいいような、ぐらいの感じで、やっております。はい。まあ、受講される方は、まあ、ご自分で持ってきていただいて、ってことですよね。はい。はい。楽しそうです。お天気がいいとね、本当に。そうですね。はい。
さあ、そしてなんですけれども、続いてはですね、はい、趣味の話をですね、前回もちょっとお話聞きましたけれども、はい、少し、また、とよみさんの人となりをですね、はい。はい。ありがとうございます。紐解いていきたいと思いますが、はい、まあ、趣味は、まあ、歌舞伎とか狂言とか、能、古典芸能とか、鑑賞、はい、ということなんですが。はい、大好きですね。特に、狂言が。狂言が。好きなんで、最近の、まあ、お気に入りは狂言。そうなんですね。でございまして、まあ、狂言というよりは、まあ、俳優、役者さんの野村萬斎さんが、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、もう大好きで、大ファンだということを、伺っておりますね。どのあたりが、いいんでしょうか。そうですね。なんか、やはりこう、古典のそういう伝統芸能をされているっていうところで、なんか、っていうところもありながら、でも、こう、現代劇にもすごくこう、チャレンジされたりとか、いろんな多方面で、その自分をこう、魅力的にこう、活かしてらっしゃるところとか、そこにこう、一途にこう、バッと集中していかれるところの相反面、すごく、なんでしょうね、なんか、ほんわか、ひょうひょうとした、その、感じっていうんでしょうかね。なんか面白みがあるというか、なんかそういうところがすごくこう相反するところの両方の魅力があるかなと。はい。ね、なんかいろんなものに挑戦されているっていう感じがね。そうですよね。ありますよね。そこに惹かれている。そこに惹かれている感じです、ね。はい。うん。ですね。まあ、新歌舞伎座ということでね、歌舞伎座も出ましたので、はい、こちらにも、まあ、時々足を運ばれているということですね。そうですね。ますね。はい。そして、まあ、今後のね、活動の方を少しお話しいただきたいと思いますが、いろいろと活動されていくということで、はい。セミナー、こちら、強みを生かすセルフプロデュースセミナーということで、はい。はい、今日と、それから今度、近いうちでは4月の26日、ね、26日、はい。はい。あるということですので、皆さんぜひですね、お出かけいただきたいと思います。はい。はい。そして、こちら、先ほどね、お話もいただきましたが、内面の方ですよね。はい。感情とか資質を知って、セルフプロデュースセミナー。こちらは、まあ、近いところだと4月の27日、はい、日曜日に行っているということです。お時間等の詳しいものはですね、後ほど、ホームページといいますか、アメブロの方を紹介させていただきますが、はい、日程はこの日程と、ね。そうですね。はい。そして、原型カードで強み&思考パターンを発掘できるワークショップということなんですが、この原型カードっていうのはどんなものなんでしょうか、はい、そうですね。うん、原型、その字のままなんですけれども、もともとは、カール・ユングさんが、うん、まあ、発見したと言われるんですけど、うん、人間の中にあるもともと持っているその思考とか行動のパターンですね、はい、元の型っていうものを、一つのこう、まあ、比喩的にその人間の中にある、その、うん、なんていうんですかね、うん、ものでこう表したものがありまして、はい、ちょっと今日カードをね、持ってきていないんですけれども、自分の中にはどういうふうなこう資質とか、それこそ、強みが、うん、もともとこう備わっているのかなっていうのは、そのカードが実は75種類ぐらいありまして、まあ、タロットのようなカードなんですけれども、それをこう、うん、どういうふうなこう質があるよっていう形で私の方でご説明をしていって、うん、その方にある、その方の中にある資質とか強みを、まあ、発掘する。気づいている部分もあれば、まあ、気づいてない部分もあったり、あると思ってたけど、実際なかったり、ないと思ってるけどあったりっていう形で、見つけていくというふうな、ワークショップですね。そうですか。はい。じゃあ、新たな自分の発見もできるし、そうですね。ということですかね。そうですね。もう一つは、あ、やっぱりあったんだと。じゃあもう、さらにこう伸ばしていこうっていう形の捉え方もできますね。なんかこう一番人気だということ。今そうですね。はい。一番人気のセミナーでございまして。はい。何かこうやっぱり、カードという、なんかタロットカードっていうか、カードがあったりするので、皆さんこうね、興味深く、来ていただいたりとかしてるのかなと。思いますけれども。で、タロットカードっていうとね、まあ、身近と言ったらあれですけれども、あ、これだなっていうのがね、なんとなくあるんですけれども、
こちらのね、原型カードって初めて聞いたので、はい、そうですね。ちょっとマニアックなカードかもしれませんけれども。はい、当たりそう、当たりそうって言ったら、ね、占いじゃないですからね。はい、まあ、そういうことで、自分の資質なんかも ね、探っていけるということですよね。はい、まあ、ツールっていうことですね。そうですね。はい。自分の質とかをこう、強みとかを知る一つのツールとして、原型カードを使っているっていうことになります。それが4月の29日と。はい。になっています。はい。それからですね、今ここを幸せに生きる個人カウンセリングということもね、されていること、はい、ということですよね。はい。これは、本当にこう、ウォーキングではなくて、机に座ってこう向き合うと、その方がどんな風に、今を幸せに生きたいかなっていうところとか、まあその時持っていらっしゃる、悩みであったりとかね、課題っていうのを一緒にこう考えて、その方が、ビーライフ、幸せに生きていくっていう、ところをこう、見つけていくんですけれども、一回ですることもあるんですけれども、やっぱり一回だけではなかなかこう、自分でそれこそプロデュースしていくっていうのは難しいので、6ヶ月、ずっとまあ、月に1回、2回という形で、長期の形での個人カウンセリングも、受けておりますね。ああ、はい、ずっとこう、とよみさんが、リードしていってくれるっていうことですよね。うん、そうですね。途中でね、投げ出してしまう方もいると思うんで。そうなんですかね。そこはなんとか。そうですね。間、まあ、6ヶ月、12ヶ月とかまでコース作ってるんですけれども、間、やはり、こう、ね、1ヶ月に2回とかだったら、半月空いてしまうわけですよね。その間っていうのも、やはり、メールとかでのセッション、メールでこう疑問点であったりとか、こういうふうになってるんですけどっていうふうなところがあれば、メールの方で、サポートの方は、ずっとさせていただいてるという形ですね。はい。じゃあ、ね、ちゃんと協力体制もできているということなんで、ぜひ。いいですよね。はい。さあ、そして、先ほどの、はい、お散歩カウンセリングで、5回エナジーチャージウォーキングということで。はい。はい。これも、まあ、随時というか。そうですね。はい、随時、まあ、申し込みの方と、お日にちとかお時間を決めたり、うん、まあ、天候の加減も あったり、ね、いたしますので、何日か候補を挙げていただいて、まあ、ご希望に沿った時間と日にちで、はい、開催するというふうに、はい、今しております。はい。わかりました。ありがとうございます。そしてですね、詳細ですとかお問い合わせはこちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、そうですね。アメブロの方で。うん、ご覧ください。ご覧いただけたらと思います。はい、または、大東さんのお名前の方でも、はい、検索できますよね。はい。はい。なので、大東とよみさんということで、はい。検索していただくと、いろいろと、詳細が載っておりますので、そちらご覧いただいて、お問い合わせいただければと思います。はい。ということで、いろいろとお話をいただきましたけれども、ハッピーライフコンサルタント、プロデューサーですね。はい。ハッピーになるということなんですけれども、皆さんにこう、なんかメッセージがあればお願いしたいと思います。そうですね、メッセージ。はい、なんかこう自分に、自分の心の動きとか先ほどもね、いろいろ感情の動きとか言いましたけれども、はい、まあ、自分に問いかけながら、自分に正直に、はい、私も今とってもこうそこを自分自身に、感じながら、毎日過ごしてるんですけれども、自分にこう正直に、まあ、毎日毎日どういう選択があったとしても、自分にこう問いかけながら、過ごしていければ非常に、自分が心地よく過ごせますし、自分がこう納得いくというかね、毎日が過ごして、最終的にハッピーだったなという人生になるのではないかなというふうに思いますので、うん、ぜひ一緒に、私も今取り組んでおりますけれども、一緒に進めていけたらいいなと思います。はい。ということで、いろいろとお話を伺いましたけれども、はい、ぜひですね、ですね、はい、私もハッピーなライフを生きたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。こちらの方こそ。はい。ということで、今日はですね、素敵なゲスト、ハッピーライフプロデューサーの大東とよみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
much love, studio.